皆さんこんにちは、スーパーガールズの田辺高美です。日曜ラジオ番外編、今日も元気におしゃべりしていきたいなと思うんですけれども、本日もゲストをお呼びしております。お願いします。はい、スーパーガールズの長尾しおりです。よろしくお願いします。 はい、といととうことでですね、今まで2回ね、青森についての魅力を私語り尽くしてきたんですけれどもぜひ、ね、こう見てくださっている皆さんも栞りにも、はい、あの青森に行ってほしいし青森のことをもっともっと好きになってほしいということで今日もですね、おしゃべりしていきたいと思うんですけど、うん、本日は私がプライベートでもう一度行きたい場所ベスト3をご紹介していきたいなと思います。 本当にねこれもねめめちゃめちゃゃ悩んだのうん、うん、昨日の夜こうお家帰ってこうノートを広げてね資料とともにね、うん、<laughs> こうやってプライベートどこ行きたいかなみたいなすごい真剣に考えたんだけどうん、うん、その上でこういろいろ考えて見つけたというか決めたうん、うん、ベスト3をご紹介していきたいなと思います。ははいじゃあまずは第3位から じゃん、弘前城の桜です。うん、これは有名だからしおちゃんも知ってるかな。わかんないけど、でも桜がめっちゃ綺麗ってことですよね。そう、もうね、あの日本の三大桜、三大桜って言うんだっけ？三大桜。違いそうだよ。なんか。すっごいこう、まあ、有名な桜のもう名所。そう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 。多分ね、写真見たらわかるんじゃないかな。 お写真ございますので見せたいと思います<お>じゃーんあ、バリキレイそう<え>バーリキレイ <laughs> そうそう、まあ、これは本当にねもうすっごく有名な場所なので見てくださってる方も、うん、えー、ホームメスれ紹介するのかよって思うかもしれないんですけどうん、うん、あの私はこれタイミングがねあのこうまだね咲いてなかったの 四月に行ったんだけど、まだ咲いてない時期で、あのパネルの桜とともにしか写真が撮れなかったのね。なるほど、寂しい、ちょっと。そうなの、だから、あの、プライベートで行って、この、あの、弘前城で。うん、こう、満開の桜を見たいなっていうことで、うん、ここを第三位に選びました。確かに。そう、本当にね、こう、なんか、こうちょっとしたちっちゃい橋とかもあったりとか、うんうん、あと、こう。 もう本当に桜がすごい綺麗な道があったりうん、うん、それこそこうお城もねうん、うん、あってそれに桜が隣にあってみたいなめち,ゃめちゃ綺麗そうもうね多分ここは人生で絶対一度は行った方がいいスポットだと私は思うんですよ。でなかなかねあのー、その時見れなかったのが結構こう日曜ロケいっぱいしてきて。うんうん 心残りというかう見たかったなってめっちゃ思うんですよなのでちょっとこれはプライベベートリベンジしようかなななと思ってまするるほどなるほどど、うん、確かにでもそういう景色とかって写真とかでこう,うん、うん、ネットだったり動画だったりとかで見るのって、うん、自分の目で見ないとやっぱ、うん、そうねねって思うからこうう足を運びたいですよねそうこの期間が明けて、うん、みんないけるよってなったらぜひもうこの桜はね見に行って。 で、うん、自分の目で見て目に焼き付けるそして写真も撮って思い出に残すみたいなことをぜひしてほしいなと思います、えー、ちょっとね第3位ちょっと王道なんですけれどもぜひ、うん、弘前城の桜見に行ってみてくださいはいじゃあ続きまして第2位をご紹介したいと思います第2位はじゃん青森ねぶた祭りです <お>そうこれ,もこれはめちゃめちゃ王道行ってごめんなさいって感じなんですけど <laughs> あのこれはねぶた祭りというものねしおちゃんも知ってると思うんだけど本当にこうねぶたがもうね持ち上げられて <laughs> その動作やめて <laughs> <laughs> でこれ本当にねライトアップされてるもう本当に迫力満点なねぶたがこう街をねこう 歩いて、うんうん、で、それに合わせて、あの、ラッセラって、あの、わ、うん、<laughs> かる?。うん、知ってますよ。踊ッセラって。そう。そうそうそう、それを、あの、なんだっけな、飛び石じゃなく、なんだっけ。<laughs> 羽と。羽とか。その、飛ぶ人たちを羽と。って言うんだけど。えー、あの、私もね、これ実は経験したの。え。すごい。 そうありがたいことにねぶた祭りずっと行きたいと思ってて、うん、あの私宮城県出身なのにね行ったことなかったの。うんうん、でやっと行けたと思ってあの羽ね戸に挑戦して、うん、一緒にこう地元の皆さんと一緒にこう跳ねてうん、うん、それが超楽しかったうんだよね個人的に。 まあははは行ったことは行っったたここととななないい、ね、いででですすすねそしたらねもう絶対ねうん、うん、経験すべき、うん、あのものだと思うこのねぶた祭りは。でねあのこのねぶたっていうものも、うん、やっぱりこうプロのさこう作ってくる方が本当にこう情熱込めて作ってきてるねぶたでうん、うん、でそれがこう街をこう歩いててうん、うん、なんかそのこうなんだろう裏側というかうん、うん、もう想像して いいってなるし <laughs> 跳ねても楽しいしし <laughs>、うん、跳ねても楽いあと屋台もねあのこういろんな美味しいご飯とかうん、うん、その地域のお店屋さんが屋台を出してたりとかうん、うん、だからすごいこうなんだろう普通の屋台だけじゃなくてうん、うん、そのお店特有の美味しいものが出てたりとかそのすごいねあの全部トータルで見てももう全て楽しい。 素晴らしいお祭りだなって思いますね。え行きたい、行きたい。そう、え、ねぶたも見たことないかな、しおちゃん。ない。気がしますね。ないか。存在は、もちろん知ってるんですけど、ねぶた祭りっていうのは。でも、行ったこととか、見たこととかはないと思います。ないか。うん、もうね、絶対見てほしいし、あの、ねぶたの期間じゃなくても、そのね、ねぶたが飾られてる。 場所とかもあったりするからあのこうもしその機会に行けなかったとしてもねぶたも見てほしいしもう本当にね魂のねぶたって感じするんだよね魂のねぶた伝わってくるのこう見るだけでだからそのそのねぶたも見てほしいし体感して楽しんでほしいしっていうもうね夏真夏に8月にやるからとっても暑いんだけど それもねまたねみんなで汗をかくってねすっごい素敵だなって思っててぜひぜひこのねぶた祭に、まあ、行ったことあるよっていう方もね多いのかなとも思,、うん、思うんですけどす、ね、あの改めていろんな青森のこうところに行った私がおすすめする第2位は このねぶた祭りになっているのでこう一度経験された方もまだ経験されてない方はもちろんですねぜひぜひこのねぶた祭り行ってみてほしいなと思います今年の開催はされないのかなされないそうされないんですけれどもほ本当にねこれが明けてみんなで楽しくイエイってやれるようになったら是非皆さんも体験してみてくださいそれでは第1位をご紹介していきたいと思います。第1位は で、おいらせ渓流ホテルです。お泊りの場所なんだ。そうなのでね、こちらね、あの星のリゾートってしてます。あ、知ってます、知ってます。そう、あの星のリゾートさんが青森県でやっている、あのホテルなんですけれども。あの、おいらせ渓流ね、こちら、あの、本当に、緑が多い、大自然の中にあるホテルなんですけれども。 お写真を見てもらいたいなと思います<お>じゃあもう客客室からを<お>はこのような感じですうわもうね緑の中にこう、うん、自分のお部屋があってでねあの岡本太郎さんって知ってますか聞いたことありますよ聞いたことある、うん、岡本太郎さんがこうデザインというか作った、うん、あの オブジェというのかな金があるんですよ。でこれが森の神話ってね呼ばれてるんですけど、なんかそこで薪がねたこう高ねって,て、えー、その中でこうゆっくり。 穏やかな時間を過ごすのもよしだし、うんうん、あの苔散歩っていうのがあって。うんうん、あの苔をさ、観察したことある。ないないない。<laughs> ない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 。<laughs> ないじゃん。ないないない <laughs>。私はさ、<laughs> あったら怖くないでもちょっと <laughs> そう。苔を観察する日が来るとは思わなかったのよ。で、それもどんな感じなんだろうと思ってたんだけど。うん、まあ、そのね、渓流川をこう、ちょっとこう歩、あ川辺をね、歩いたりとか、しながら苔をね。 こうルーペ覚えてる？はいはいはいルーペを実験のね理科の実験とか出てくるやつ。配られたマイルーペで、うん、マイルーペ <laughs> 苔をね見ることができるんですよ。えー、で苔ってねこう普通にただのこうなんだろう緑って思うかもしれないけど、うん、その中にこうしのついてる感じとか、うん、こうキリフキでシュッシュッシュッってかけてそれを観察してみたりとかっていうもうその苔にも ここについてる苔とかここにある苔とかで全然種類が違くて<ー>なんかその自然を知れる知識も増えるし、うん、こうなんかその自然の中で心もリラックスしてこう浄化されるっていうのもあるのでこの苔散歩は、まあ、アクティビティの一つなんですけど、うん、ぜひ体験してほしいしあと苔玉作りっていうのもできて作れるのそうよくさ<ー>お店屋さんとかでさ苔にさあのこう木とかが、うん 葉っぱかな、けど、木の枝とかが刺さってて、うんうん、こう、木葉っぱが生えててみたいなやつ見たことある。うんうん、え、丸いやつっ、ね。あ、そう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 、うん、まん丸いやつなんですけど、それを自分で手でぎゅっぎゅって作って。うんえー、その、こう、体験をさせてもらえたりとか、うんうん、あとね、苔ランチっていうのがあるのね。え、何それ、なにそれ。それが、うん、あの、本当にね、あの、もう、まるで苔なの。もう苔のように、見た目とかもすっごい可愛らしい苔の、うん、あの。 ランチを食べることができるんですよ。<ー>で、これインスタ映えだなと思って、私もたくさん写真撮ったんですけど、見せるとね、こんな感じです。うん。えっ。 すごい。そうそうそう。てかめちゃめちゃ洒落てた。そう。すっごくおしゃれなのよ。<laughs> めちゃめちゃおしゃれだった。もうなんか盛り付けとかも、うんうん、もう本当になんか大きなお皿にちゃうみたいな感じの、うんえーね。めちゃめちゃおしゃれ。あの憧れるやつなんですよ。うんうん、それが食べられちゃうっていう。うん、でね、これも味もね、あのコケじゃないから、リアルなコケじゃないから、うん、<laughs> <laughs> すっごい美味しいし、あのこうなんだろう。 土の部分とかも再現表現されてたりとか,かそれがすごい感動もするし、うん、あの味も美味しいのでうん、うん、ぜひこの苔ランチも食べてみてみほしいいなと思いますうもうこのホテルに泊まるだけで、まあ、客室でゆっくりするのもよしだし、うん、そのゆっくりした後にこに温泉に行ってま、うん、ったりして。うん でその後にあのに次の日の朝とかにね苔散歩、うん、早起きして苔散歩して苔、うん、を観察して、うん、でランチ食べてみたいなもう、うん、ずっと楽しめるのが確かにこの素敵なないらせ渓流ホテルかなと思います確かにそこだけでもうずっと楽しめそうですもんね。そうなの だかまあでもやっぱりさ星野リゾートさんだから、うん、あの私は、まあ、グループを卒業して、うん、あのちゃんとお金を貯めててて遊びに行きたいなって思っ思ます <laughs> うん確かここはプライベートで行ってみたい場所第1位でした。ということで、はい、まあ前々回が観光ベスト3そして前回が食べ物ベスト3そして今日がプライベートで行きたい場所ベスト3、うん、ということだったんですけれども、うん、いかがでしたか いやお腹が空きましたね <laughs> 確かに、ね、<laughs> お腹が空きましたね確かに結構食べ物もやっぱり美味しいものの紹介も多かったし美味しいからうんうん お腹がすきましたね。確かにだって観光にせよ食べ物にせよホテルにせよ結局食べ物の話。絶対ついてくるんですよね。なんか。確かに。結局食べ物についても野菜の話されるって。本当だ。今も食べ物の話。きそうだった。ほとんどほぼほぼ食べ物の話。食べ物の話ずっとしちゃったね。食べ物は本当に正直大事だと思う。うん。そうだね。だからやっぱり。 なんかお休みで旅行行くとしてもやっぱ食べ物って、うん。 結構重要される部分かなって思うので確かに,確かにもうね、うん、青森行ったらね大満足で帰れると思うんですよね行きたくなりました<あ>今日のこの時間でめちゃ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 嬉しいそれは、うん、めちゃいい言葉をもらいました <laughs> あのぜひねあの見てくださったね皆さんも行ってみたいって思ってくれた方は <laughs> ぜひ行ってみてほしいですしあのこうここ気になったとかコメントしてくれても嬉しいですし、うん、確かにあとねいいなって思った方は高評価 とかチャンネル登録とかしてくださるととっても嬉しいです。ということで青森をたくさん紹介してきましたが、えー、私もねプライベートでもまた行きたいですし、あのーまあ、見てくださった方もねいや自信があるこれは行ってくれるんじゃないかっていう <laughs> え。でもやっぱり私もめちゃめちゃ行きたくなったのでみんなも行きたくなってると思います皆さんよろししくお願いいたします。 ということで、えー、3回にわたってご紹介してきましたけれども、えー、ぜひぜひまたね何かの機会でお会いできればなと思います以上スーパーガールズの渡辺光美と長尾詩織でしたバイバーイ,バイ,バーイこの動画がいいなと思ってくれた方は高評価とコメントチャンネル登録はよろしくお願いしますニチュアルーン